皆さん、こんにちは。アリーナ・ウクライナチャンネルのアリーナです。本日は、55号のコント、大通常を見てみたいと思います。それは、初めての動画です。55号のバンドの動画です。面白いかどうか確認しましょう。動画見る前に、いつも私の動画をご覧いただき、パトレオンしてくれて、チョパスポンサーや、スープルセンスをしてくれる人、本当にありがとうございます。で、早速ですが、見に行きましょう。随分古いですね、この動画は。あ、脱ぎますか。それ、大通常は、それは温泉のことでしょうか、温泉の前にでしょうか。どうだ、ほら。カゴもロッカーもなんだ、開いてねえのかい。ヤクザですか。バカ野郎、一つもない開いてねえのか。よろしかったら使ってください。バカ野郎、おめえんだから言えよ。なんで。僕はどこでもいいんだ、いいんだよ。俺は気使ってもらうのでけらなんだ。おめえ使えじゃん。おめえんだろ。いや、おめえんだろ、おめえんだ、おめえが触ってんだろ、おめえんだ。あいつだもんですか。じゃああなたもどうぞそこに座ってください。いいんだおめえ、おめえがいるらいいんだ。なんでそんな入れられるもんなら入れてみろ。お前が仕方がないね。この世に言われたから。なんで使えんのか。だから俺はそういう風にな、脅してなんか取ったとなっちゃ俺の立場がねえんだ。なんかいい解決方法ねえのか、お前。俺は命張ってんだ、お前。そこまで真剣ですか。水の十郎左衛門じゃないんですから。裸で。いや、じゃあ、半分ずつ使って。それはいいだけはんだな。半分ずつは、半分でしょ。じゃあ、おめえ、半分こするか。まあ、仲良く行こうじゃないか。半分こつってよかったな、おめえも。これからまた仲良くできるんだから。これまたパッと入れたらお前命なかったんだから。いやどうも。まあ、半分だけ。はい。いいいい。わあ。こんなにちょうどいいやっていますね。ズボンはどうなりますか。いや、このままでダメですね。これとこれとずいぶん違うと。ちゃんとお前畳まなきゃダメだろ、この野郎。お母さんみたい。丸めるんじゃねえんだよ。畳み方があるんだ、この野郎。覚えてる。どの畳み方ですね。最初にこれだ。ずいぶん怖いしですね。よし。よっしゃ。よくできました。見たな、この野郎。向こう見てろ、俺やろ。あ、てめえ見たな、これ。お前、ずいぶんだ、ずいぶん。また？
すごい。アクセサリーが難しい。たくさんあります。できないですか。だから早いんだ。よし。すごい。こっち持ったらそっち持つに決まってんだろ。だからなんだ。色ぶっかれちゃっただろう。でも怖い状況。行くぞほら。だから俺がお前いいんだ、俺に気使わないと脱いじゃったよお前。いいんだよ気使わなくたってのやろ。ただスープでしょ、あの浴びるためにでしょ。ヘアスプレー、ヘアスプレー、確かに温泉だと思います。石鹸 OK と、リンス OK と、私にはそこまでの内容をいろいろな、何と言いますか、ずいぶん時間経っちゃったんだな。あでしょ。そうですか。そうか。ダメだこんな時間じゃ。もうそろそろ弁当の時間だ。弁当の時間。ちょっとだけど、志村けんさんの動画の雰囲気に感じました。なんか、すごく楽しい。ああ、すごいすごい。なんか、でも、人の話し方と、なんか、歩き方を見ながら、ああ、自分危ない、危ない、怖い人だと思ってても、その鹿は、逆に、すごく細かくて、なんか、全然怖くない人だろうという機嫌もあるんですね。なんか、最初の習慣は本当に違っているものは、間違っているものがあるね。間違っていることもあるね。はい。でも楽しい、楽しい。皆さんも、月の、お笑い動画とか、コント、漫才があれば、ぜひ、ぜひ、コメントに書いてください。後で私と一緒に見てみましょう。今日の動画を見ていただいてありがとうございます。動画楽しんで見てくれると嬉しいです。この動画がよろしければチャンネル登録も、ライクボタンもよろしくお願いします。くれぐれもご自愛のほどお祈りいたします。では次の動画でお会いしましょう。